こんにちは、エリンです。In this episode of Nihon New York, we're going to interview Japanese voice actress Yu Asakawa. Asakawa is known for her work in Azumanga Daioh, the Final Fantasy series, and the Vocaloid Meguru Iruka, to name a few. So let's go! 行きましょう!声優を志したきっかけは聞いちゃいましたごめんなさい、はい、思いつきでなっちゃったんですけど、はいはい、いいですかねあどうぞずっと長いこと声優になりたかったとか、はい、アニメよくあるのがジブリの作品が好きで出たかったからとかが多いんですけど、はいはい、私は全然そういうのじゃなくて、はい、なんかある日突然テレビで声優特集やってて、はい、それを見てたらやろうかなって思ってやっちゃいました。それもいいと思いますよ。そうですよね。はい。よかった。素敵だと思います。ありがとうございます。浅川さん流とでも言いましょうか。役作りに関してのポイントなどありますでしょうか。あんまり深いこと考えないようにしてます。でもそれで失敗することのが多いんですけど、人によるんですけど、はい、もしあんまり自分で 100% 役を作っていて、はい、それが、現場に行ってやった時に必ずしもディレクターさんとか監督さんとその役に対するイメージが同じとは限らない時があってでもうちょっとこういう風にしてくれるって言われた時に直せなくなっちゃうんですよね。なので器用な人はそれでもすぐ直せるんですけど私、まあ、思いつきで声優になってくらいなんであんまり器用じゃない部分があってで直せないと何回も何回も現場でやり直しみんなの前でやり直しさせられて迷惑もかけちゃうので、うん半分ぐらいずつ作っていってあ、そういう感じでって言われたらそれをもっと膨らませて本番でやるんですけどそれ以外はまああんまり深く考えないようになんかフィーリングで、はい、15年ほど声優をされていたとのことですが、はい、最初の頃と今では役柄など変わりましたか、はい、そうですね最初の頃はまあ、あんまりそのテクニックもないので、はい、そのままの自分でもできるような役、はい、でも私は声がそんなにアニメっぽい声でも高いわけでもないので、はい、割とその男の子っぽい役とか男の子はまだちょっと難しいのでちょっと先の話なんですけど、はい、まあ気の強い女の子とか、はい、男の子っぽい役ばっかりだったんですけど最近はなんか可愛い役みたいなのもなんかできるようになったのかみんなが周りが認めてくれたのかわかんないですけどえそれっていうような役をやらせてもらえるようになったので、はい、ここ最近本当にこの 1,2 年でそういう風になりました、はい、急に、はい浅川さんが今まで演じられてきたのは、はい、ほとんど女性のキャラですが、はい、男性キャラを演じられる際どういう心境ですか私が知ってる限り、はい、光の語くらいだと思うんですが あれですね遥かなる時の中でっていうシリーズで、はい、ずっと男の子を演じセフル和人ファントムあ清盛そういう4つぐらい、はい、やってたんですけど、はい、難しいですねやっぱり例えば声を低くして喋ったとしても、はい、語尾にどうしても性別って出ちゃうんですよねだから語尾を本当に男の子っぽく気をつけるように私はしていて、はい、でも難しいですねやっぱどんなに頑張っても絶対ないものじゃないですか、はい、性別として、はい、なのでまあそういう要所要所で女っぽさみたいなのが出ないようにするのは難しいんですけど、はい。でも浅川さんってクールなお姉さんタイプのキャラを演じられることも多いのに、はい、草壁先輩なんかはクールの中にもすごい可愛げがある方じゃないですか、はい、乙女心がある、はい、浅川さん自身は、どうなんですかキャラと、はい、キャラと被ったりすることありますかたまにでも言われます。クールな役で、はい、実はアズマンガ大王の榊って役もクールなんだけど、実際はすごいファンシーなものが、はい、可愛いものが好きで、とか、結構割とそういう役が多くって、はい、なんで、ですけど、たまにでも言われますね。なんかプレゼントとかもらうときに、はい、私のことあんまり知らない人は、例えばハンカチでもシンプルなもの、はい、きっとこういう方が好きでしょって言ってくれるんですけど、実は結構可愛い、猫の絵が描いてあるのとかが好きなんで、はい、あ、全然違うんだねって、そういう可愛いのあげればよかったって言われたりとか、
するので、ちょっとね、そういう部分似てるかもしれないですね。はい、メグレネルカの声を担当されたのことですが、はい、ボーカロイドの収録は普段のアニメなどの収録とどう違いましたか？全然違いますね。ボーカロイドは本当に自分の声を、はい、サンプリングっていうか、プロバイドしただけだから、はい、声を、まあ、変な言い方ですけど、声を出すだけというか、感じで、はい、アニメはやっぱその、人の動きがあったり、表情があったり、喜怒哀楽があるので、はい、まあ、演技を必要とされるんですけど、ボーカロイドは抑揚もなく、本当に声を渡しただけっていう感じなので、全く違いますね。アニメやゲームや、CD ドラマなど、はい、いろんな収録形態がありますよね。はい、その中で特にこれが好きや、これが一番楽しいなど、の感想などはありますでしょうか？一個一個良さはあるんですけど、はい、やっぱ声優としては普通のアニメが、はい、やりがいがあるというか難しいので、人ともお芝居しなきゃいけないし、はい、絵にも合わせなきゃいけないし、とその口の動いてる間にセリフを入れなきゃいけないので、この子そういう時そんな早く喋んないよって思っても早く入れなきゃいけないし、結構やりたいことができないことのが多いんですけど、でもその中でも自分のお芝居を見せなきゃいけないので、やりがいが難しいって意味ではあるので楽しいですね。でも逆にそれと違って CD ドラマとかは自分の間で自分の思った役のスピードで喋れるので、それもそれで楽しいですけど、生としてやっぱりアニメーションが難しい分楽しいです。日本のとアメリカのイベントやファンの違いなどで特に印象に残ったものなどありましたでしょうか？はい、一番びっくりしたのは、はい、アニメエクスポの時がコンベンション初めてだったんですけど、はい、海外の、はい、一番違うのは、なんだろう、過剰なガードがないっていう。あ、日本は本当に私そんなにその辺歩いても全然大丈夫なんですけど、はい、もう必要以上に裏口からとか感じですごいガードしてくれるんですけど、はい、こっちはもう普通にもうそこ歩いて帰ってみたいな感じだったりとか歩かせてくれたりとか、はい、ファンの人と一緒に写真撮るなんてもう日本じゃもうほとんどダメなんですけど、はい、もうこっちはこうやってる間パシャパシャ撮られるし、なんかこう一緒に握手したり、日本は本当に握手だけで大騒ぎなので、マネージャーダメみたいな。こっちは全然一緒にいろんなことできるし、そういう朝食会みたいな同じテーブルでファンの人とご飯食べたりとかもできるので、それは本当カルチャーショックでしたね。日本だったら絶対考えられないです。そのファンとのつながりっていうのは大事にしたいですか、浅川さん？したいですね。私自身が、はい、まあもう長くやってるっていうのもあるんですけど、はい、あんまり誰もが知ってる主役とかをやるタイプじゃなくて、はい、それの敵役、すごく印象に残る役なんだけど、はい、出てきてすぐ死んじゃうとか、悪いやつだと思ったら主人公をかばって死んだりとか、ちょっとそういう印象には残るんですけど、回数としてはそんなに出ない役をやることが多いので、やっぱり、どんどん自分から出ていって、お客さんにも、自分の役のことも知ってもらってっていうのは私の目標でもあるので、そういうつながりは大事にしたいですね。そのメインキャラクターじゃないのに知ってくれてるってことは、逆に言えば本当にすごいことだと思うから、それはもうできる限りニーズには応えてというか、大事にしていきたいですね。はい、素敵です。あと数がやっぱりそのビッグスターっていうほど多くないから、お客さんの数が。だからこそできることがあるので、それはなんかやっていきたいなと。もし声優になっていなかったら今頃何をされていたと、はい、今頃はですね、海外に住んでいるか、前いた会社でそのまま細々となんか普通に結婚して暮らしてた気がします。じゃあ今から声優になろうと思っている方々に一言お願いいたします。はい、はい、すごくエンターテインメントな仕事なので楽しいんですけど、日本の声優界はものすごくシビアで、それはもう本当にいろんな意味でお金収入の面でも、まあ、それはこっちもそうだって聞いたんですけど、すごくシビアで、割と私たちがフレンドリーに話をしているせいか、割とすぐ慣れるかなってみんなが思いがちな職業なんですけど、本当厳しいし、慣れても続かない
こともすごく多いですし、あの正直ならない方をおすすめするなっていう部分はあるんですあの本当に難しいんです。で、声優で失敗した時にその後できる仕事がないんですよね。声優っていわゆる悪い言い方ですと潰しの効かない仕事なので、やってしまったらどんなに辛くても続けていくしかない仕事なので、あの結構覚悟も大事だし、あのユニークなお芝居ができて長く続くように、あのそっちの方向で頑張ってもらえるといいなって思います。でも本当 きついです、はい、じゃあ、 あのアメリカのファンの方に英語で一言メッセージを、英語でですか？英会話が得意だと。わあI am a pen. Hi, hi guys. I'm Yasekawa. Receptors from Japan. Thank you for watching this show, video. I'm so excited to come to New York. And, you know,I'm not famous enough here, so, but I will be someday. So please support me and see you soon. Bye. あのビールの瓶が大きい写真まだアップしてないんですけど、はい、コロナがこんな、はい、でビールってやっぱ炭酸が抜けちゃうから、はい、基本的にそんなに大きい瓶はないと思ってたんですけど、1リットルぐらいのコロナがあってびっくりしました。基本的に全て大きいことにいつもびっくりしますね